はい、皆様こんにちは、なりわでございます。では今回も皆様からいただきました質問コーナーの回答編ということで、2回目の質問コーナーにお答えしていきたいと思います。まずそんなこなさん、旅行がお好きとおっしゃっていましたが、今までどんなところに行かれましたか？その中で一番良かったところはどこですか、ということなんですけれど、私日本で言いました国内ですと、九州から北海道まで、行っておりますが、ただ東北がねあまり行けてないんですね。で、一番記憶に残っているところは日本国内で言いますとやっぱり北海道ですね。もう食べ物がねとっても美味しかったですね。機会があったらぜひまた行ってみたいと思います。それとあと四国のコンピラさんに上がった、まあ、夏の暑い時に上がった時、記憶がね未だにね残っておりますね。そして海外で言いますと、アメリカのハワイ、ヨーロッパ、私ヨーロッパが多いんですね。ギリシャ、イタリア、フランス、イギリスと行きましたけれど、その中ではハワイはもちろん大好きで毎年でも行きたいぐらいなんですが、記憶ぜひもう一度行ってみたい、いいなと思ったところ、イギリスですね。イギリスの特に田舎の方が、ロンドンも確かに素敵なんですけれど、田舎町がね、とっても素敵なんですね。例えばボートン・ザ・ボートンとか、コッツウェールズとか、ちっちゃなお家にね、綺麗な、なんて言いますか、ガーデニングを施して、水の流れは澄んでおりますし、で、イギリスの芝生って年がら年中青い、グリーン色してるんですね。日本みたいに枯れて茶色くならないんですね。ですので私がちょうど行きました頃は秋だったんですけれど、グリーンの芝生の上にイチョウのね黄色い葉っぱがこう落ちてきて、とっても綺麗なコントラストをなしておりまして、素敵でしたね。ぜひもう一度行ってみたいですね。できることならちょっと長期で滞在したいぐらいでございましたね。ということで次の方のご質問でございますね。次の方、ネギアキコさん、最近のおすすめサプリメントや健康のためにとっている食品、ちなみに自分は3ヶ月間某化粧品メーカーのコラーゲンドリンクを試飲中です、ということでございますね。私が今ね、おすすめかどうかはわからないんですが、私がね、まあ、いいかなと思って取っていますサプリメントが、まずビタミン C ですね。 DHC のお安いですし、しかも、60日分ということで1日2粒で2ヶ月持ちまして、確かこれ薬局で買いましたので、500円しなかったと思いますね。それと同じく DHC さんのプラセンタ、こちらも、20日分でございますけれど、1日3粒目安となっておりますが、私こちら2粒にしておりまして、1日2粒で、継続しております。以前はプラセンタでももっとお高い1箱、だいたい3ヶ月持って、4万円近いお値段のものを取っていたのですが、それは確かにすごく良かったですね。あれは本当におすすめでございますね。プラセンタ、1000っていうものでしたかね。赤いパッケージ、以前私の動画で、過去動画で確かご案内したことがあると思います。ご紹介ですね。それとあと最近私がハマっているものがこちらですね。以前はちょっと血型タイプのグラノーラをね取っていたんですが、最近こちらにハマっておりまして、ゴロッとグラノーラということで、まあきな粉仕立てなんですが、食物繊維たっぷりで、大豆が 3種類入っておりますね。青大豆に黒大豆に黄大豆ということで、私お豆さんが大好きでございますので、こちらとっても香ばしくって美味しいですね。そしてこのスーパー大麦バリーマックスというのも入っておりまして、とても食べやすい
ものとなっておりますね。こちらの毎朝牛乳でいただいておりますということでございまして、それでは次の方の質問、すいません容量が悪くて、つばめきゅんさんの持っている帽子の数はいくつですか？いつも素敵な帽子をかぶっていらっしゃるのでとても気になりますということで、これは後日別な動画でご紹介をして見たいと思いますので、もう少しお待ちくださいませ。で、99チャンネルさん、どんなスキンケアをしていますでしょうかということなんですが、私とってとてもシンプルなスキンケアなので、皆様にねご紹介するほどのものではないんですが、まずナリスの、マゼスタネオアクシスのクレンジングクリームということで、こちらを、朝晩ですね、しっかり泡を立てて洗顔をしておりまして、その後に朝、午前中ですね、朝は忙しいのでこちらの化粧水をたっぷり塗りまして、それからもう本当に以前ね紹介したと思いますが、こちらの、発酵エキスの力ということで、黒糖入りの、乳液でございますね、こちらを、つけまして、それでメイクをしております。で、夜は先ほどのこちらの洗顔クリームで、しっかり洗顔した後に、こういったメガビューティーというものを、ナリスのものなんですが、メガビューティーというものを使いまして、ここにコットをね挟んで、電源を入れて、こんな感じでね、電源がついてると思うんですが、こんな感じで拭き取り、化粧水、それから栄養を与えるための3段階になっておりまして、こちらを使いまして夜ですよ、こちらの拭き取りと化粧水と両方兼ねておりますので、こちらがナリスの、オールパーパスのローションということで、こちらを夜拭き取りと、化粧水としてこちらで使っております。その後に日焼けが気になる時期でございますので、ホワイトニングエッセンスの、パワーエッセンスというものをつけておりまして、そして、その後に目元がちょっと最近気になりますので、毎晩ではないですね、週に 1,2 度、こちらの同じくナリスの商品でございますが、商品名が、ナリストゥルーリアリミッションアイゾンクリームマスクの、高保湿クリームというものをこの目の周りにつけまして、そしてこういった目専用のねシートパックがございまして、ナリスのトゥルーリ同じくリンクルモイスチャーシーリングのパックということで、目元専用の、こういったパックになっておりまして、こういった感じで先ほどのこちらのクリームを塗りましてから、その上から目元にこちらを使っております。で、目元が終わりましたら、こちらの方にまだ栄養分が他のね美容器とかつけてますので、残ってますので、終わったらこちらもねほうれい線のところにも使って、一度で、ね、2回使っておりますね。そして寝る前に、先日ねご紹介しましたけれども、最近やはりクーラーとか効いてると結構顔が乾燥しまして、私寝不足のせいもありますので、イザノックスのクリスタルダブルオールインワンクリームということで、こちらのクリームを、こちらは化粧水、乳液、美容液、クリームと4種類のものが1つの中に入っておりまして、こういった感じでございますね、こちらを寝る前につけて休んでおります。で、こういう感じで私のスキンケアはとってもねシンプルなものでございますね、ではお次の方ですね、お待ちくださいね。
ドンジャラホイさんから、ちょっと質問だけを読ませていただきますね。以前 FF シリーズを初代からプレイされていたと伺いまして、自分は驚いたのですが、ナリワさんがテレビゲームをされるようになったきっかけを教えてください。で、初めてプレイしたソフトや好きなジャンルなどもあればということで、また、ナリワさんにとってゲームをするのと動画制作は似ていますか、全く違うものでしょうか、どうぞよろしくお願いいたしますということですね。まず FF シリーズ、その前にゲームをされるようするようになったきっかけでございますね。ある日ですね、私、30代の何歳頃だったんでしょうか、定かではないんですが、確か30代だったと思うのですが、一番最初ですね、会社の帰りか何かの帰りに、たまたまその頃まだね、プレイステーションが出たばっかりの頃でございましたでしょうか、ちょっとそのプレイステーションが気になっておりまして、初代のですね、それでその時に欲しいなと思って、たまたまそういったゲーム専門店のそばを通りかかりまして、そのお店で見ていましたら、ちょうどビヨンド・ザ・ビヨンドという確かタイトルなんですけれど RPG だったんですね。そのゲームをしたのがきっかけで、結構ハマりましてそれでRPG が大好きになったんですね。そこからファイナルファンタジーをずっとするようになったんですね。なので他のゲームもしたことはございますが、やはりファイナルファンタジーをすると他のゲームがあまり面白くないと思います、思っていますか、私には合わないと言いますか、一番やりがいがあるゲームだったので、映画を見ているような感覚ですよね。自分がその中で、プレイをしていくというもので、ロールプレイングですから主人公をね育てていくという感じで、クリアした時の達成感がすごく楽しくって、ハマってしまいましたね。好きなジャンルはなのでやはり RPG、 ロールプレイングがもう大好きでございます。他のゲームはほぼやらないですね。今始めておりますドラクエもある意味 RPG でございますのでね、本当に今懐かしい感じでして、プレイさせていただいております。で、ゲームをするのと動画制作は全く違いますね。ゲームは没頭できるんですね。そのゲームの中に引き込まれて、もう時間が何て言うんですか、経つのが1時間なんてあっという間でございますね。それぐらい没頭して熱中できるものでございまして、動画制作っていうのはやはり一応準備をして、企画を一応私なりに立てまして、最終的には似たような感じかもしれませんが、動画はまたちょっと自分で作り上げるみたいなものがございまして、それによっていろんな方が反応してくださるのが分かるという、そういったものでございますので、なんかちょっと違うような気がしておりますね。こんなお答えでよろしかったでしょうか。私が感じているところはそんなところでございますね。では次の方で、リクトさん、リクト山下さんのご質問で、何のお仕事されていましたか、非常に心地よい言葉遣いで、どういう仕事柄で使っていたのか気になったもので、あと失礼かもしれませんが、お子さんや旦那さんはいらっしゃるんでしょうかということですが、私お仕事はあまり詳しいことは言えませんが、あるアメリカの企業の、リーガルサポートセンターというところで勤務しておりました。で、この言葉遣いでございますが、これは仕事、関係があるのかもしれませんが、これは私の育った環境でございますね。父がお寺さんとか、神社の宮司さんとかを、お寺のお坊様とか、そういった方がね、出入りしていらっしゃったので、そういった父が、お寺のお堂を作ったりとか、神社仏閣の、ね、手直しをしたり、それからおみこしの、作ったり修理をしたりとか、そんなね仕事に携わっていましたので、とっ
とても両親とも言葉遣いが丁寧だったんですね。でそういったのをいつも見て育っておりまして、まあ私が一応女の子ということもありまして、子供の頃ですね、両親が私が私兄弟3人兄弟で、下は弟が2人おりまして、なので、ちょっとね、男言葉になったりするんですね。そうするとすごい叱られまして、注意を受けてましてね、もっと綺麗なね、きちんとした言葉遣いをね、気をつけなさいといつも言われてましたので、そんな環境で、多分こんな言葉遣いになったんだと思いますね。それでよろしいでしょうか。それと、子供は一人女の子がいますが、もう結婚して別に暮らしておりまして、私今一人暮らしでございますので、旦那さんは いないですね、ということでございます。で、あとオリジナルアディダスさんのご質問で、成和さんの毎日の笑顔の秘訣は何ですか、ということですね。これはね、私割と若い頃、とってもね、仕事柄忙しかったせいもあるのですが、携わってたその部署でとってもね、厳しい仕事だったんですね。それでいつもね、目がつり上がっておりまして、私ね、生い立ちの写真集の中で40代の頃の顔をね、見ていただければ分かりますけど、とっても険しい顔をしておりますね。で目つきも結構きつかったと思いますね。そんな中で年老いていく両親を見ておりまして、いつも笑顔なんですね、2人ともね。その笑顔がとっても素敵なんですよ。年齢がいけばいくほど素敵だったんですね。それでそういった両親のね、背中を見ておりまして、私も こんなんではいけないと思いまして、それまであまり笑顔を作ったことがなかったんですが、注意するようになったんですね。自分で気をつけるようにでき、今まではツンと済ましているところがございまして、人と会ってもね、そんなにニコッとするタイプではなかったんですが、最近はできるだけ笑顔でいるように心がけましたらば、それがもう癖になってしまいまして、逆に普通に済ませてる顔をしてる方がなんかしんどいと言いますか、これもやはり習慣でございますね。それでいつも笑顔でいられるということでございましょうか。で笑顔でいればね、周りの方もね、和んでくださいますし、それに引き込まれて皆様がね、結構楽しいお話とかしてくださるので、やはり笑顔は大切だなと思いまして、いつも笑顔でいることを心がけております。では次の方の、コメントを行かせていただきたいと思います。コウキコウキさんで、いつも暇な時は何をしていますか、ということなんですが、私暇な時は今ないので、まあ以前はね、時間がある時はお散歩に行ったりとか、お部屋の片付けが好きなので、お部屋の片付けをしたりしてますね。最近では、時間がある時は日頃ね、あまりお掃除とかできていないので、できるだけ片付けるようにコマネズミのごとく動き回ってお掃除をしております。そして今ね、ゲームをやっていますので、実況をねさせていただいているので、時間を見てはゲームをねしておりますということでございますね。次、トトさん、トトユユカさんですが、学生時代の一番の思い出は、ということなんですが、これはね、すごく高校時代のお話なんですが、学園祭といいますか運動会の時にですね、そのクラス別に 1,2,3 年生全部クラス別に仮装するんですね。テーマを決めて、例えばおまわりさんだったら全員がおまわりさん、女子と男子は別々の仮装ですね、女子は男性の仮装をするわけですね。なのでおまわりさんとかね、その年齢によってコム装だったりとか、あと何だったでしょうかね、そういったテーマがありまして、その仮装するのがね、みんな
とワイワイ言いながら、特におまわりさんのね格好するときは男子のね制服と帽子を借りまして、自分の体型に合う男子を捕まえて帽子と制服を借りるわけですね。上下とも。そしておまわりさんのこうありますよね、こういったの、なんて言いますか、ピストルをぶら下げるベルトっていうんですか、ああいうのを作ってすごい楽しかったですね。そういった思い出がすごく記憶の中に今でもありますね。ということでございまして、それでは、次のご質問ですね。チーズマルチャンネルさんとそれからテルチャンネルさんが同じ質問してくださっているので一緒にお答えしていきたいと思います。まずチーズマルチャンネルさんの寝る時間と起きる時間ですね、教えてくださいということですが、これはもう何度も答えたような気がしてるんですが、一応寝る時間はその日によりまして早い時でしたら11時でも最近は2時ぐらいになっておりますね。いろいろとやっていると、そして皆様へのコメントの返事とか書いていると夜中の2時頃になってしまいますね。そして起きるのはその日約束がある時は早めに起きまして、6時より少し先に、5時45分ぐらいに起床しまして、で何もない時はだいたい6時半から7時ぐらいの間に起きております。でそれか何でしたでしょうかね。健康の秘訣ということなんですけれども、まあ健康の秘訣も何かね以前ねお答えしたような気がするんですが、前回ね、ですね、まあくよくよしないこと、そしてよく体を動かすことで、 あとは、食事はほどほどに、腹八分目でございますね。食べ過ぎをしないように、そして間食をしないということでしょうかね。そして小さなことにはくよくよしない、そういったことぐらいでございましょうか。では今回は2回目の質問コーナーへの回答ということでお答えしていきました。ではまたね、まだ残っていらっしゃる方がいらっしゃいますのでね、次回もまた回答3回目ということでしていきたいと思っています。ではなりわでございました。